平素より大変お世話になっております。月こもり実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ、引き続き和子おばさんの1話ですね。この話はちょっと最初にね、見たルートがただひたすらに救いがないっていうね感じだったんで、辛いなって思ってたんですけど、でも他のルートを見るとやっぱちょっと印象は変わりますよね。まあ他のルートも救いはないんだけどさなんか、あ、この話の分岐ってそういうことっていうのがね、前回見えて、そこにカタルシスというかね、ちょっと感動を覚えましたけどね。で、まだ見ていない選択肢を今回も見ていってみようと思います。結構残ってんだよね3と4まだ見てないですもんね、ここ。折り紙はなんでいろんな折り方があるのか知ってるっていうところで、まあ前回見た1番の別分岐を全部見よう。この話だと、イサオは木こりですと。で、マエは妹で、で、いきなりマイがね、崖に落ちちゃうんですよね。マイが救われるルートはないのかな？イサオは、なんだかんだね、あの、神のルートとかね、死なずに済むやつはあるんですけど、マイが、ほぼ死ぬんだよな。あー、でも、最初の選択肢か。マイが、滝に落ちてしまった後に、マイそっくりだけど傷一つついてない謎の少女と出会うと。変わるかな結局ね、家に誘ってましたけどね。うちコンかって言ってね。俺はイサオと言うんだが。よかったらうちコンか。ちょっと、家庭をすっ飛ばしすぎでは？え、どうして？そうなるよね。娘はそう言いながらも、期待のこもった目でイサオを見た。二人ともおかしいね。変わんないかなぁ。これなぁ。舞、そっくりに見えてるだけなんですもんね。だからなんか村にいた、まあ、こんな気軽に来るってことは多分、家族もいないんでしょうね。一人で生きてきた貧しい娘なんだろうなぁ。この子は本当に被害者ですよね。で、舞のふりをしてるその女の子は、平太と婚約の儀を執り行うことになるんですけど、その日、本物の舞が戻ってくるんですよね。で、選択肢がここか。その、婚約の儀を執り行っている部屋に、本物の舞が飛び込んでしまって、で、父が、もののけかって言って、こう、刃物をね、向けるんですよね、前に。ここで、その戻ってきた前を助けるか、引き下がるか。引き下がる？ああ。ひでえ。これはこれでひどいな。汚れた前の絶叫が響き渡ったわ。イサオは父を止められなかったの。崖に落ちた前のことを話さなかったこと。知らない女を舞と偽って連れてきたこと、自分の犯した罪を告白するのにためらっている間に汚れた舞は殺されてしまったの。親父がとんでもねえよな、これすぐ殺すからな。呪いの席にはもののけがやってきて邪魔することがあると言うが、舞の父は殺した自分の娘を足でこづいたわ。舞のふりをしてわしを騙そうとするなんて。綺麗な着物を着た舞は真っ青になっていた。そしてイサオもどうなるんだこれ。もう引き返せなかった。イサオは嘘を突き通すことにしたの。自分が正体を突き止めると言ってね、後で適当な嘘をついてみんなを納得させるつもりで。前の死体は地下の蔵に閉じ込められた。ええ、埋めるとかじゃなくて。赤い血が流れていたが、これは本当にもののけなんだろうか。そう言ったのは平太。獣だって赤い血を流すよ。とにかく様子を見てみないと。と、イサオの父。
様子見るってなんだよ。イサオは顔をしかめながらその会話を聞いていた。これはイサオはひどい目に遭いそうだな。その夜、イサオは父によって深夜に起こされたの。地下の蔵に来いと言って。なんでですか？父は額に大粒の汗を光らせていた。そして服のあちこちに血をつけているようだった。へえ。父さん、この血は？いいから来い。父は有無を言わせなかった。厳しい顔をしながら、イサオを地下まで導いたの。地下への扉を開けると、むっとくる血の匂いが鼻をついた。階段を降りながら、イサオは地下の蔵で何があったのかと考えていた。石の階段を降りる硬い音が、イサオの耳を叩くように響いていたわ。そして、地下の蔵を覗いたイサオが見たものは、舞の死体から噴水のように噴き出されている血の流れだった。イサオの父に刺された皮膚が血を吐き出すたび、まるでそこだけ生きているかのようにピクピクと動く。どういうこと？なんだこれは？父に促されてイサオが蔵に入ると、舞の首がぐるりと動いた。意識があるのか、そしてぐりぐりと目を動かし、白目を向いたり黒目で睨んだりしたの。すると突然、血がイサオと父にめがけて降りかかってきたね。うわぁ、二人は大量の血を浴びたの。イサオ、これは何なんだ？こいつの正体は？目に入る血を拭いながらイサオの父は言った。けれど返事はなかったの。血はイサオの体をドロドロに溶かし始めていたから。エイリアン的な3の血なのか。溶け死んだ。ぐがー、イサオはうめきながら溶けていった。イサオの父は溶けてないの？血はイサオを溶かし終えると静かに止まった。すると今度はマイの顔がイサオの父を睨んだ。お父さんへの復讐は私の正体を教えることね。そう言ってね。普通に喋れんのか。お父さんだとふざけるな。イサオの父は負けずにマイを睨み返した。するとマイは悲しそうに笑ってこう言ったの。私は嘘をついていないのに。そうして砂が散るように溶けてしまったそうよ。父だけ生き残んの？翌日、偽物の前はふらりとどこかに行ってしまったんだって。村の者が舞だと思って声をかけたら、ひゃっ、やけに驚いたかと思う。はあ、やけに驚いたかと思うと尻尾が割れた狐の姿になって急いで逃げてしまったんだって。狐が化けていたのか。古典的だな。後に勲の父は舞のことを悔やんでね、彼女の墓に折り紙で小さな船を作って備えたそうよ。サンズの川を無事に渡ってほしいと願いながら。勝手だな。わりかし勝手ね。そこに平太が折り紙の百合を乗せてね。平太かわいそうだよね、この話。前と結婚したかったと告げると、墓石の下から血がにじみ出て平太の足に引っかかったそうよ。いた。平太は慌てて飛びのいたんだって。だけど血は平太の足の皮膚を少し溶かしてしまったそう。怒ってんの？死者には半端な情けをかけてはいけないのね。平太。まあ、本物をね、信じてあげられなかったわけですからね、あの日。誰かこの話を聞いてかわいそうと思った人はいる？え？いたら注意しなさい。ああ。今夜あたり舞が来るかも。ちょっと、だいぶかわいそうと思ってしまいましたけどね。来るかな。噴水のように血を吹きながらね。視聴者の方も、かわいそうと思った人はいる？行くよ。今夜行くよ。私の話は終わり。さあ次は誰がする？なるほどね。救われないね。舞がね。
どのルートでも救われないですよね。もう狐でしたね今回はね。狐がね、もう美人に化けてこう来るタイプの話すげえ好きで割とねまんざらじゃなかったですもんね今回の狐さんもね。もうちょっとそこのいろいろが見たかったんですけどね、ちょっと血みどろに行ってしまいましたね。じゃあここの選択肢1番と2番はね全部見終わりましたので変わんのかな。3番行ってみましょうか。折り紙で遊ぶ人が多かったから、まあこれが実際のところに近い気がするけどね。どうかな、第4のイサオと前現れるかな。何よそれ適当なこと言って、まあ遊ぶ人がいたから折り方が増えていったのも事実だけど、そうでしょなんで苦言を呈されないといけないんだよ。折り紙って昔からいろんな儀式に使われていたのよ。まあ、儀式は固定なんですよね。何の儀式か。今日はそうね、その中でも一番古い話は、イサオ神か。あ、これあれか。2番目に見たルートと同じかな。同じだ。イサオ神ルートでした。じゃあ、一番選ぶのが怖い。実はわからないルート。これどうですかね。最初に見たあの船のルートかな。選んでみようか。実はわかんないんですよ。そんなこと言わないで教えてあげてよ。うわ、つれえ。もったいぶらずにね。わかんないんですよ。ほらほら、早くして。ほら、ん？パワハラでは。ヨコちゃん、なんで下向いてるの？いたたまれないよ。もしかして、実はわからないとか。そう言ってるじゃないですか。あら、嫌だ。とっておきの怖い話なのに。ふざけて聞いたらダメよ。しょうがないわね、教えてあげる。最初に知ってるって言ったのも、まあ、僕ですからね。僕っていうか、私ですからね。折り紙って様々な時代でいろいろな儀式に使われていた。おまじないのようなものから村を挙げて行うもの。これは、これ、見覚えありますよね、この文章ね。折り紙の儀式、村を挙げてするようなもの。うん、船ですね。じゃあ、船ルートのまだ見ていない選択肢を見ますか。罪人の額を打った石を船に乗せて川に流すことで罪人の魂を清めるという儀式があって、その折り紙の船を流していたのはどんな人だったか。じゃあ1番、役人とか。違う。家族よ家族。死刑になった罪人の家族が折り紙の船を流していた。まあ、家族にとっては弔いの儀式になる。他人がどう思うとね。夫婦ですよね。隣の家の人は？違う。なるほどね。ここは分岐はしないのかな。家族よ、家族。死刑になった罪人の家族が折り紙の船を流していた。変わんないね。じゃあこれで進めていきますか。ここですよね、問題はね。4択なんだよな。どれ選んだっけ？ 1 番選んだんだっけ？変わんのかな。ちょっと見ないうちに大人っぽくなったわね。恋でもしているの？ヒヤ？ふふふふふ。図星ね。いやね、そんなに困った顔しないでよ。いいことじゃない、好きな人がいるのは。ねえねえ、誰のことが好きなの？まさか私の知ってる人だったりして。こんな感じのこと前も言われましたけどね。あら、ごめんなさい。怖い話だったわよね。話を戻すわ。変わんのかなこれ。川でイサオが船を流してるんですよね。この村では死人のね、
魂を清めるための儀式なので、まあ、普通はやっちゃいけないことなんだよね。タブーを破ってしまうんだよな。で、この話だと平太は最低のクズ乱暴者なんですよね。で、前に横連盟もしていると。で、平太のその船を流していたっていうのを口実に他の村人をけしかけて追い回すんだよね。選択肢ここね。イサオが方法の手で家に帰ると前がいないと。前はどこにいるんだろう。火をつけっぱなしにして、最初に見た時は一番行ったんだよね。心情を探してみようか。前どこだ。イサオは心情に前を探しに行ったの。でも前はいなかった。前、イサオがしばらく呆然としていると足音が聞こえてね。いろりの部屋に誰かが来た気配がした。マイ？ヘイタか。イサオはいろりの部屋に行ってみたわけ。ああ、いるね。イサオさん、いろりの部屋にいたのはマイだったの。マイはイサオに向かって駆け寄ろうとし、ふらりと体を傾けた。マイどうした？ごめんなさい、ちょっと立ちくらみ。今日は疲れているみたい。そんなことよりイサオさん、なんで折り紙の船を流していたの？誰から聞いた？ヘイタよ、あの人、村のみんなに言いふらしているんだから。何なんだあいつ。もしかして私が昨日おっかさんの話をしたから？ああ、もうすぐおっかさんの命日だって言ったから。ああそうだよ。じゃあ折り紙の船に何を乗せたの？何をって何も。この村の風習をイサオは知らないんですもんね。そう、イサオさん、折り紙の船でする弔いには普通亡くなった人の形見を乗せるものなのよ。でもいいわ、ヘイタは嘘を言ったのね。あいつ、イサオさんが人間の髪の毛みたいなものを乗せていたって言ってたわ。人間の髪の毛。その情報は前見たルートではなかったよね。あいつそんなことまで触れ回っているのか。イサオは急にのぶとい声をさらに低くさせた。そしてゆっくりと前の首に手を当てたの。え、イサオさん、すまんな。え、すまんて？すまんな。え、今まで騙していて。いさうぐ。まい。まいは首を絞められ、声にならないうめきを発した。いさおなんなん？村人の言うことは正しかった。そんなルートもあんの？いさおは、よその村で盗みを働いて暮らしていた罪人だったのよ。ヘイタは余計なことをしなければお前のことを大切にしてやったのに、いつまでも村人に愛想を振りまいて。イサオは川で呪いをかけていたの。はあ、隣村の長者を呪い殺し、財産を拝借しようとしていたのよ。黒魔道士か。イサオが生まれたところではそういう儀式があったのね。どうして、イサオさん、マイ殺す必要あんのかこれ。その髪の毛のことに感づいていたから。マイはしばらくしてからぐったりして動かなくなった。かわいそすぎない？マイ常にかわいそうだよな。するとイサオは不気味な笑いを浮かべながらこう言ったの。次はヘイタだな。イサオはまず、ヘイタ殺す。イサオはまず少しでも金になりそうなものを探したわ。ち、何もねえ。ん、待てよ。自分ちだろ。マイがいつも着ていた赤い着物。イサオは小さなタンスを漁り、マイの着物を取り出したの。綺麗な着物だと思っていたら、驚いた。こいつは結構な品だ。赤い着物はマイの母の形見だった。毎日着ていれば焦るはずなのに、不思議と色落ちがしなかったそうよ。こいつを持っていくか。そこで着物を風呂敷に入れ家を出た。肌寒い日だった。イサオが外に出ると庭に誰かの影がうごめいていた。よく見るとそれはヘイタだったの。
舞が心配で様子を見に来たのね。急になんかちょっといいもんになってきたけど。大丈夫かな、ヘイタ。ヘイタ逃げて。お前が正しかったよ。最低なクズ野郎とか言ってごめん。いいところに来たな。イサオは赤い着物を着て彼に近づいていった。舞のふりをしてるの。舞？ヘイタは舞の着物を着たイサオに近づいた。さすがに気づかない。あんな筋骨隆々のね、ムキムキマッチョマンですからね。イサオは、おい舞、大丈夫か？イサオのやつやっぱり危ないぞ。イサオは黙っていた。近づいてヘイタがイサオに気づき、驚いたところで不意打ちをしようとしたの。舞、うわぁ、うちに来んかって言ってる。俺のうちに来ないか。ここより安全だぞ。ヘイタはそんなことを言ってイサオの腕を掴んだ。でもそれがイサオだと気づかなかったの。マジで。イサオはなんて鈍いやつだと思った。あるいは暗闇のせいかもと。そこでヘイタが気づくまでじっと待っていたの。するとヘイタはイサオを庭から引っ張り出そうとしたの。ちょ、鼻。叫んでイサオはぎょっとした。ん？喉から出たのは自分の声じゃなかったんだもの。それは女の声だった。舞の声。舞になっている。イサオは口に手を当てたわ。寒いはずなのに額に汗が浮かんでいた。着物がすごく重く感じて体が震えてきた。気のせいだ、きっと気のせいだ。もう一度声を出せば自分の声が出てくるに違いない。イサオは喉に手を当てて大声を出した。助けてくれ、そう叫んだつもりだった。だけど口から出たのはこんな言葉だった。ヘイタさん、心配してくれてありがとう。家に来てご馳走するわ。自分の意思と関係なく喋ってる。イサオの肉体を舞が乗っ取った。ヘイタは喜んでついてきた。舞の声に誘われたんだもの、当然よね。いやらしい顔してるな、ヘイタ。まあ乱暴者っていうのは変わらないですもんね、このルートではね。二人はいろりのある部屋まで歩いた。イサオは何度も逃げ出そうとしたわ。けれど体が思うように動かなかったの。勝手に進んでいくのよ、いろりのある部屋に。いろりのそばには殺した舞がいる。部屋の明かりをつければ自分の姿が見えてしまう。イサオは焦ったわ。でも焦れば焦るほど体が思うように動かなくなるの。そして二人はいろりの部屋に入った。ヘイタが部屋の明かりをつけると、そこに殺されているはずの舞はいなかった。死体は消えてる。バカな、舞はここで死んでいるはず。でもそこには誰もいなかったの。その代わりイサオは背中にずっしりと重い感触を感じた。え？ねえ舞さん。うわぁ、明かりをつけたヘイタがイサオの方を向いた。これ TS ってやつか。そこには、え？マイサ、うわぁ、イサオは背中に赤い着物でなく血だらけのマイを背負っていたの。マイは目を見開き、口をだらりと開けていた。そしてイサオが振り落とそうと動くたびに、イサオの目をじろりじろりと睨んだの。血が滴る目をギョロギョロ動かしながら、ヘイタは逃げ出した。でもイサオは逃げられなかったの。ヘイタが大勢の村人を連れて戻ってきた頃には虫の息だったそうよ。生きてんの？それからイサオがどうなったかはわかるわよね。はあ。罪人として処理されたの。眉間を石で撃たれ、罪人の弔いを受けることになったの。イサオを撃った石は折り紙の船で川に流されたわ。でもね、イサオが罰を受けても前の魂は救われなかった。前の赤い着物はお寺に納められ、今も見ることができるんだけど、時々夜中に姿を消そうよ。着物が戻ってくるとお寺の床がぐっしょり濡れているんだって。
まるで川の水を浴びたかのように涙を流しているかのように。実はね、あ、私奇妙な石を持っているの。ちょうどこの話に出てくるような細長い石、小さい頃河原で拾ったのよ。じゃあ別に伊佐を打った石とは違うか。他の石とは違う不思議な雰囲気があってね、持つと熱い感じがするの。面白がって家に持って帰ったらおばあちゃんに叱られたけど、この村の河原の石はむやみに持って帰ってはいけないってね。それで伊佐と舞の話を教えてもらったのよ。でもね、私その石を捨てられなかったの。捨てたら呪われそうな気がしてね。まあ勝手にそう思ってるだけなんだけど。見せる。ねえ、見てみない？これはどうなんだろう。前に見たルートと同じかな。あそこの仏壇に入っているから。ふふ、脅しているだけだと思う。だったら仏壇の中探してみる。同じ石かな。ちょっとまず探してみるか。探すって言ったのは。この言われ方しましたよね、前もね。同じっぽい。ああ、やっぱこれですか。同じだよね。同じ石ですよね。なんか全然違う石出てこないかなって、ちょっと期待してたんだけど。なるほど。この石が出てくるルートは一つだけじゃないんですね。複数のルートでも見れるんだ。どうしよう。時間がいい感じだな。できればこのパートで終わりにしたかったんですけどね、カズコウバさんの位置は。でもまだあんだよな。あの最初に見たね、特に悪くないイサオのルート、あっちでもね、選んでない選択肢まだあるから、まあちょっと続けてやってみますか。あんまり長くならなそうだったらあのこの後につけますけど、ここで動画終わってたらまあそういうことなんだなって思っていただければと思います。はい。じゃあちょっとやってみますね。